神風,風,風、神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 風は、神道用語。神の威力によって吹く強い風を意味する。古くは、日本初期の水人気において、神風、神風の伊勢の国は、床よの波の四季並みの気する国になり、この国にいらむと思うという山と姫の御事が、天テラス大臣から受けた神託などを登場する。神風のは、伊勢にかかる枕言葉である。 神風屋は伊勢神宮に関係の深い伊豆津川などにもかかる。文英、公安の役での二度にわたる原稿で元軍に大損害を与えた暴風雨のこと。中国大陸、朝鮮半島をほぼ制圧した元は日本に対して元の属国となって長貢することを迫った。この要求を時の鎌倉幕府執権。 北条と木舟が拒絶したところ、1274年、文英10年と1281年、公安四年の2度にわたり武力併合を行うべく、征服併合をした、小マの軍勢を従えて、大戦団で日本本に攻め寄せた、現行。現行の第一回目の文英の駅では、元川の資料、高来氏によると、博多安から上陸した元軍は、 日本軍の激しい抵抗を受け、副司令官である左副元帥、劉直道が負傷するなどくしたため、元軍総司令官である都元帥、骨、厚氏、区分は、孫子の兵法に、小敵の剣は、大敵の取りこなりとあって、少数の兵、元軍が力業を顧みずに頑強に戦っても、多数の兵力、日本軍の前には、結局捕虜にしかならないものである。 疲弊した兵士を用い、日増しに増える敵軍と相対させるのは完璧な策とは言えない。撤退すべきであると述べ、元軍は撤退することに決したとされる。危険な夜間の撤退を強行した元軍は、その撤退道中に暴風雨に遭い、朝鮮半島の合歩に帰還した時には、一万三千五百余人の不帰還者を出していた。二回目の原行、港湾の駅では、元軍は、 日本軍の猛攻、滋賀島の戦い、行岐島の戦い、高島沖海戦で苦戦を強いられ、2ヶ月近く、海上に停滞していたまま台風に遭い、大損害を出して混乱したところを、日本軍の総攻撃を受けて壊滅した、三リ屋海上合戦、高島総統戦。元軍の捕虜は二、3万にも達した。1876年、明治9年に、 熊本賃代で起きた明治政府への私族反乱。神風連の変と呼ぶこともある。連というのは熊本で言う共闘組織のこと。詳しくは神風連の乱三章。神風連は政府の解明政策に反対する復古主義、排外主義を主張しており、国粋主義的な思想背景を持っていた。神風連・慶神道の名は神道の信仰に由来する。 これを題材とする作品に、三島幸夫の四部作、北上の海第二巻、本場がある。1937年、昭和12年に、東京からロンドンまでの100時間を切る記録飛行に、成功した朝日新聞社の航空機は、神風号と称し、その乗務員が帰国して前日した伊勢神宮に参拝することになったため、同年5月24日に、現在の近畿日本鉄道、 近鉄の母系会社である、大阪電気機動、大輝とその子会社の三宮急行電鉄、三宮は、大阪の上本町駅、現、大阪上本町駅から、伊勢神宮下空の最寄り駅で、あ、宇治山大駅まで、臨時の記念特急電車を運行し、その特急電車も、上風号と名付けられた。神上風は、その翌日から、同社の定期特急列車の名前に採用され、 1938年、昭和13年頃まで大気の看板列車として走り続けた。なお、航空機の方の神風に基づいたクラシック音楽で、神戸出身の作曲家、大沢久人によるピアノ競争曲第3番、神風というものがある。船の名前としても用いられた。日本海軍の駆逐艦には、初代神風型と二代目神風型がいる。 また、戦後も、海上保安庁の千代風型巡視艇の一隻に、神風の名が与えられている。また、国内で設計された、航空機用エンジンとしては、初めて量産化に成功したエンジンは、神風と名付けられ、小型系患者輸送機などに搭載された。神風は、日本のその後の思想に、大きな影響を与えた。特別攻撃隊の神風、神風は、 原稿を追い払った神風と同様に連合国を撃つということに由来する。この神風特別攻撃隊の事例は世界的に有名となった。終戦後に民間航空便が再開されるとパイロット不足から生き残った元日本軍のパイロットらが多く雇用されたが、神風パイロットが操縦するのかと罵倒されるなど戦後日本の航空業界にも悪い命じを与えた。 古代ギリシアの歴史家、ヘロドトスの歴史によれば、紀元前492年、アケムネス朝、ペルシア帝国の海軍がギリシア本土に侵攻しようとした際、アトス半島で、神風にあって感染が大破、ペルシア軍は戦わずして改装したとされている。ギリシア神話に基づけば、この風は冬に、ギリシアの北方から冷たい風をもたらすボレアス。 ボレアスという神が呼び起こしたもので、時には恐ろしい破壊をもたらしたという。ボレアスがアテナイの王女、オレエテューヤを略奪する神話は芸術作品の素材としてもよく知られており、アテナイの人々はボレアスを親類としていた。なお、イソップ物語に登場する北風と太陽は本来、ボレアスと太陽神アポロンのやりとりであったと言われている。 現行の時の孤児に由来して、思いがけない幸運に恵まれることについて、神風が吹くという表現が使われる。また、神風特攻隊に由来して、身の危険を顧みない攻撃に対する比喩としても、用いられる。アメリカ同時多発テロ事件の頃から、アルカアイダによる自爆テロに対し神風という形容語が、種マスコミ、欧米、およびアラブよりのマスコミによって用いられた。 外来語が原理と異なる意味になる例として、英語の神風と日本語の神風の意味にズレが生じるのは外来語取り入れの過ぎで他にも起きることである。また、日本でも戦後乱暴な運転を行うタクシーを神風タクシーと呼んだ例がある。カクテルの神風は味の切れの鋭さを例えた命名である。徘徊型兵器はその特性から神風 UAV などと表現される。 ドラゴンクエストシリーズで自爆する呪文、メガンテは、海外版で、神風へと訳されている。古くは、万葉集に神風について記述したものが見られ、例として、巻、第263番には、大北王女の歌として、神風の伊勢の国にもあらましを何しか聞けむ君も、荒な国、野道館199番には書き、人丸の歌として、敵軍に、 神風が吹いて混乱させる旨の内容が記述されていることから奈良時代の時点で軍事で神風が吹くといった考え方があったことがわかる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。